じゃじゃん、一般販売先着です。こちら一般販売があります。これどこで売るの？これどこで売るの？E プラス？あー、 E プラス、あー、 E プラスだって。あー、 E プラスあ、なんで、あの、 E プラスで抽選漏れしちゃった方も最後は一般で先着でね、頑張って待機していただければ取れると思いますので、てか大体多分大丈夫、当たるから、マジ当たる最初から当たるし大丈夫ですので、来てください。お願いします。この後早速21時からファンクラブ先行受付が開始されるので、皆さん応募してください。今何時だ？19分だから、まあ、まだまだね、あと1時間もないぐらいなんですけど、皆さん忘れずにお願いします。お願いします。はい、さて、あ、ここ大事です。ここから、ここからもう、そうですね、大事ですね。はい、さて、この2人でやるってことはユニット名はブルーウォーターと思っている方もいるかもしれませんが、違います。違います。このライブに向けてちゃんと2人のユニット名も決めました。イエイ。そう、なんかあれですよね、時間がない声の初日の時になんか急に記者の方に囲み取材みたいな時に、うん、誰のユニット名ありますかって聞かれて、私が適当にブルーウォーターですって言っちゃったのが原因で、ちょっとブルーウォーターだと思ってる方が続出したんですけど、まあ、私はこれでもいいんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとスタッフの方がダサいって言われたので変えました。あの、変えましたので、ちゃんとね、下名前をつけましたので、それを今から発表したいと思います。下の名前下の名前そう、変えたんです、変えたのでちょっと発表します。こちらです。じゃじゃん。ちょっと待って、何だ、何だ、違う、ちょっと待って、7が違うのになって一番7が、ちょっと今のは見ないでいただいて多分これじゃない？これ違う？あ、それだけど、これじゃロゴですか？ロゴこれ、これでいいですか？これでいい？ちょっと、でもさ、これにもつけちゃう。うわー、すっごい詐欺にあったこれでいいの？あ、これでいいんだ。あ、それなんですね。ねえ、違うじゃないか。やばい、はい、発表し、あ、これさ、フリップ言わないでさ、発表しちゃダメなの、普通に。これ出す、あ、じゃあ名前だけ言いますね、はい、名前が、あ、けどフリップいります。いるよね、いるけど、はい、ちょっと一回、はい、なしでいきましょう。発表します、はい、名前は、せーの、空の青さに訳はないです。多分みんなこんがらがっちゃうこんがらがっちゃうそのままじゃねえかって思わないでください。逆にね、逆にみたいなとこありますよね逆にそうね、この曲を作ってくださった方もともお話ししたんですけど、このね、空の青さに訳はないっていうのは、なんか青木ちゃんの青と、はい、私のね、名前、水なりのり、なんかこの漢字をね、名前から取ってつけてくれたっていうのを直接聞いたので、まあ、そういう意味も込めて、このね、空の青さに訳はないっていう名前にしました。はい、ちょっとこれ略し方とか何がいいと思いますか、皆さん。なんか女性バンドさんとか、いろんなバンドの方の名前とか検索したじゃん。検索しましたね。ね、で、なんか別に意味がなさそうな人たちも最近は多いみたいで、なんかこのさ、よくない、この空の青さに訳はないって、ちょっと長めの、このなんかラノベに出てきそうな最近のあの異世界転生系のなんかそのアニメとかにもありそうくないの、なんか長いこのねタイトル、逆にいいんじゃないかなと思って2人でつけました空青、空青、空分けが多い、空分け、あ、確かに空分け、
空分けいいね、空分け。空に。空に。空に。いいですね。そう、いっぱいあるので、ぜひよかったら皆さん、あの、いい感じに略してね、使っちゃってください。お願いします。はい、そんな私たち空の青さにわけはないですが、早速ユニットのロゴも作っちゃいました。それではドン、てれーん、こんな感じ。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いです。そう、可愛いんですよこれ。なんか学校の校章をモチーフに考えていただいて、私たちが会議をしたんですけど、なんかね、学校の感じが良くてなので、ちょっと衣装もね、まだわかんないですけど、ちょっと制服っぽい感じにしてみたりとかね、今後あるかもしれませんし、このね、このロゴがね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。可愛いです、本当に。しかも、名前の、多分、出てますよ、ね、そう、なんだっけあ、そう、名字と下の名前、ね、下の名前の頭文字、青木のあと水野のあ、There is no reason for the sky to be blue とか言って、どういうこと？空の青さに負けないです。わかんないです。いいですね。色もこだわりました。そう、何種類もある中から選びましたので、とっても可愛いロゴが出来上がりました。可愛い。そしてまだまだありますね。はい、そしてですね、グッズもなんと作っちゃいました、はい、こちら、ででーん、今回はですね、デザインを今回シンプルにしました、はい、T シャツ、タオル、生写真のみの販売になります、はい、こちら、じゃじゃーん、これ何これいつ、これいつ、これ今、これ今ですか。あ、じゃあ紹介しちゃおう、リカちゃん、私が見せますので。ありがとうございます。こちら、じゃじゃん、じゃじゃん、タオルです。マフラータオル、はい、こちらはロゴをデザインしたマフラータオルになっております。はい、いくらですか、こちら。こちらですね、うん、2500円税込みです。わ、2500円、なんか質がめっちゃ良くって、なんかトロトロですよね。うん、なんかいつものマフラータオルとちょっと違うね。はい、素材がめっちゃ可愛くない？こちらめっちゃ可愛いです。色が、色やばい、色優秀です。可愛い、めっちゃ可愛いです。青です、アリが大好きな青、はい、こんな感じで皆さん、あのこうね、かけてライブ参戦してください。いつか回したり、わぁ、そうだよ、あ、2個あるの、ありました。これでね、あ、そうだよ、ライブでちょっとタオル回しちゃう曲もあるかもしれないじゃないですか。そうですね、なのでこれは必須、必須です、必須です。ぜひぜひ買ってください。そして T シャツが、はい、じゃじゃーん、ありがとうございます。はい、こちらは3600円税込みとなっております。ロゴのね、はい、あ、待って、裏めっちゃ可愛い、裏めっちゃ可愛いです、見て見て、なんて書いてあるの、これ。これは空の青さにわけはないですね。かわいい。かわいい。なんかさ、SKE のさ、グッズじゃないみたい。これで今 N サイズ。あの、なんて言ったらいいの？あの、SKE ってわかんなくない？わかんないですよね。だから、これは普段使いもできます。はい、え、だってもうアイドルのさ、グッズじゃない感じしない？そうですよね。そこにもうちの名前がないので、切れます。そしてあと生写真のセットが1200円税込みで、はい、あります。こちらもね、そのために取り下ろししますので、ぜひ皆さん、まだこれはちょっと解禁になってないんですけど、おいおいね、これは生写真はまた別で販売ってことですか？うん、一緒じゃない、2つって書いてある。あ、今あるのが T シャツとタオルだけ5月27日本当だ。どっちも。あれ？少々お待ちください。少々お待ちください。え、これ。
何なのね、ランダムなのかさ、レスラーも分かんないし、ね、何種類なのかも分からない、何も分かりません、名前ですし、まあまあまあ、取り立てほやほやをね、皆さんに送りたいということでえ、でも名前安くない、いつももっと高いよ、しかもセットですよね、あ、本当はセットだ、はい、ってことはランダムじゃないかもしれないってこと、ランダムじゃない、ランダム決まってないです決まってません、決まってないんですが、またこれはどこで買えるの、はい、何個かのアイテム分かんないんですけど、ちょっと5月27日土曜日21時から先行受付販売が開始となりまして、うん、6月2日金曜日23時59分まで SK48 オフィシャルオンラインショップにて販売を行います、うん、T シャツとタオルは確実ですね、とりあえずゲットしていただいて、はい、お願いします、はい、終わり、ということでなんだかんだお送りしてきましたが、気になるのは、あ、嘘です、ごめんなさい、はい、後日ですが生写真セットの販売もあるらしいです、あ、でこちらは7月7日の公演日から会場とオンラインショップにて販売開始となりますので、詳細を楽しみにお待ちくださいとのことで、なんで事前販売は生写真はないよってことか、 なるほど、公演日からで会場とその後でね、しか買えないってことね、会場、はい、とオンラインショップです、なのでまずは T シャツとタオルが先行販売になりますので、うん、この後21時からお忘れないようにぜひチェックお願いします、うん、お願いします、ってかあれだしね、チケットを応募してグッズもです、この後は皆さんやることはいいですか、グッズ本当に可愛いです可愛い、マジで可愛いんで選びましたので私たちって感じですかね、はい、で、お送りしてきましたが、気になるのはどんなライブをするのか、大事、一番、はい、はい、大事です、まだ打ち合わせ段階なんですけど、まあ、一つ言えるのはギターと歌です、はい、そう、公演でもやっているようにですね、この形でのライブになります、はい、公演とは違い、普段とは一味違ったライブになります、こんにちは聞こえた、聞こえてたかな、そう、ギターと歌でライブをしますので、ね、そう、今回のライブは結構、なんなら SK じゃない楽曲めっちゃ多いので、今の段階ではそうですね、まだまだ変わる可能性はありますが、うん、あるから、まあ、みんながね、聴きたい、まあ、SK の曲もやりますし、普段は私たち絶対歌わないような曲を歌ったりもするので、はい、そこら辺がちょっと楽しいところなの、見どころ、はい、じゃないかなって、しかも七夕なんで、わっ何七夏なんで関係ありますか、夏ですし、ああ夏だもんね、確かに、はい、そうですね、夏曲とかもねやっちゃうかもしれないのでね、はい、ちょっとお楽しみにしておいてください、はい、でも今流行りの曲やったりとかね、ありえますよね、ありますし、昔のね曲やったりもするかもしれない、難しいみたいなのあるかもしれないですけど、うん、みんなが世代の曲やったりもするかもしれないし、ちょっとわからないので今のところ楽しみにしててください、お願いします、はい、7月7日のライブに向けて準備中なのですが、はい、もう一つお知らせで、私たち空の青さにわけはないの TikTok アカウントを開設しました、イエイエイエイ、こちらはですね、もうすでに、はい、なんと1本目動画がいつだっけ、おとといですかね、おととい、はい、しれっと公開されてます、はい、なんかちょっと意味のわからない、うん、フリー素材みたいな空のトップ画なんですけど、うん、きっと今日から多分変わるので偽物じゃないのでぜひフォローお願いします、そう、なんかあえてね、ちょっとあんまり宣伝せずにやってみたんですけど、もうすっごいフリー素材だ空のね、空の青さが、はい、際立つトップ画でした、そう、で今後こちらもねたくさん投稿していきますしすごい、誰のアカウントってなってますか、分かんないよね、なんで皆さん TikTok で空の青さにわけはない、または、はい、君は未来に試されているで検索していただくと出ると思います、アカウント名何でしたっけ、あ、ブルースカイ、あ、ブルマーク BLUESKY アンダーバーアンダーバーケツみたいなやつです、うん、アンダーバーケツみたいな感じですみたいな感じです、まあ、これは、まあ、普通のね TikTok
でよりは、まあ、歌とギターを使ってこちらも投稿していくのでぜひフォローお願いします。お願いします。そしてなんとしれっと TikTok ライブもしておりました。はい、7人何人から増えましたか？ええあ、びっくりした。何言ってるんですか？そう、あの TikTok、 うちらのそのアカウントでもねしれっと、あ、そう、何人見てないですけど、あのしれっとしれっと配信してたので、はい、ぜひ今え、今もうすぐさ、もうフォローしに行ってくださ い。きっと今見てくださってる方、皆さんがフォローしてくださったら、うん、ものすごい感想になります。そう、うちらもね、ちょっと宣伝できなかったので、今まで、こっからはもうどんどん宣伝していくのでね、TikTok も匂わせお願いしますって連絡来ました。あ、そう、匂わせだった。難しかったから。まあでもなんか、まあ基本は1本目の動画みたいな感じになるかな、はい、って思います。あのでも多分 SK の楽曲、あ、どんどん増えてる。あ、嬉しい。ぜひぜひフォローしてください。いいねしてください。いいねとコメントとリンクコピーお願いします。お願いします。はい、そう、 SK の楽曲じゃない曲もね TikTok でもやるのでね、ぜひぜひバズらせてください。今後お願いします。ちょっと 一本目はちょっとあんまなんですけど。ちょっとお願いしますね、皆さん。お願いします。はい、ということで2人でお知らせしてきましたが、はい、整理しますと、フリップ10、10はないですね。あれ、フリップ10ない。ちょっと待って、台本と違いすぎてさ、9はしてないですね。9はしてないですよね。落ちてるとかでもないですよね。あ、ないですよね。7月7日にライブが決定しました。イエーイ。あ、ありますか最初のステップ？あ、9枚しかないですね。ないですね。え、ちょっと一番最初のさ、フリップない？一番最初のフリップですか？うん。8、7、9、6、5、4、1です。ありました、こちら。そう、7月7日にライブが決定しました。そしてですね、ボトムライン、名古屋ボトムラインでの開催です。そしてチケット情報のお知らせもいたしました。はい、今日の21時から SK48 ファミリー会員先行受付が21時からもうすぐ始まります。はい。はい、始まります。そしてですね、ユニット名が決定しました。はい、空の青さに訳はない、理由と書いてわけはないです。皆さん、はい、覚えてください。空青、空分け、何でもいいんですけど、皆さんぜひ覚えてください。そして、ユニットロゴが発表されました。ユニットロゴ、こちらですね。今頑張ってくださってます。はい、じゃん。じゃん。そう、思ったんだけどさ、これさ、発表するじゃん。もうここにあるやんな。え、多分、これがないバージョンがあったんですよ。なるほどね。あ、なるほど。そしたらフリップ10を多分忘れてしまったりなるほど。こちら、はい、ロゴです。超かわいい、超絶かわいいロゴが発表しました。そしてグッズ紹介しましたね。こちら T シャツと、マフラータオルです。マフラータオル、あと生写真もあります。まあ、でもタオルと T シャツはチケットと同じように、はい、今日の21時から始まります、はい、受付始まるので事前にね、あの売り切れが心配な方とかはぜひ最初に買っておいてください。これだって子さんですよね、持ってたら。そうだよ、だって今後またライブたくさんしていくかもしれないから、うん、ぜひこれは持っといてね。自慢できますよね、うん、一番最初からやったらみたいな。そうです、そうです、はい、お願いします。そして最後 TikTok アカウントを開設しましたよというお知らせでした。はい、皆さんぜひ、なんだっけ、もう一回 ID お願いします。はい、私の予想はアットマーク BLUE アンダーバーアンダーバーアンダーバー2個アンダーバー1個、もう一回いきます。アットマークブルーで BLUE あ、アンダーバー SKY アンダーバー K2 らしいです。ファンの方に負けました。さすがです、ファンの皆さん、ありがとうございます。これでね、検索して、まあ、でも空の青さに負けはない、または K2
君は未来に試されているって検索したら出たので、はい、それでも多分出ますので皆さん見つけてください、フォローしてください、お願いしますっていう感じでした、はい、楽しみです ね楽しみだね、もうすでにね練習 まあ、してないんです、嘘です嘘でした、結構前から私たちはやらせていただけること知ってて、実は、うん、そうそうそう、いつか、うん、いつ発表できるんだろうってめっちゃワクワクしてました、うん、なんかこの間の握手会でもめっちゃなんかライブやってほしいって言われてたからね、ちょっと言えなくてムズムズしてたんですけど、まさかこんな早くにさせていただけると思ってなかった、ね、そう、でうちらもこのいつもとさ違うライブじゃないですか、うん、そう弾き語り系なのかな、わかんないけど、そのギターと歌をでやるライブなので、こう前々から練習期間が必要なのでね、うん、ちょっとまだまだ先にはなっちゃうんですけど、頑張って毎日特訓したいと思いますので、ぜひ見に来てくれたら嬉しいなと思います。なんか聞きたいことありませんか、皆さん不明な点とか、今のうちですよ、今だったらスタッフさんに聞けますので、うんないかな、大丈夫そう、大丈夫です、終わっちゃいますけど、7人から97人、7人から97人にの、すごい、すごい嬉しい、ありがとうございます、すごい急に増えた、ちょっとこっちでも見せに行こうかな、じゃあ、じゃあこちら、かわいい実物です、多分あんま見えなかったと思うので買ってください、お願いします、見てるかな、みんな、あ、ほんとだ、いい、じゃあみんなちょっと見てくださいね、こちら、TikTok ぜひぜひ、みんなさ、何撮ってほしいとかありますか、 TikTok、 そうですよね、なんかリクエストとか、なんか、うん、欲しいよね、なんかちょっとバズりそうな、バズりそうなやつ、いやでも嬉しい、なんかさ、いっぱい SK のメンバーもね、いる中で2人でライブできることってあんまないので嬉しいですよね、なんかいいですね、ハッシュタグ空の青さにわけのないをつけてやってほしい曲、うん、めっちゃ書いてもらう、じゃあこの後ね、ぜひぜひ感想とか、はい、全部含めもろもろね、もうやってほしい企画、TikTok でお願いします、アイコン変わった、あ、うわ、音楽の教科書とかに載ってました、あのアイコンみたいな、うん、あれどっから拾ってきたどっから拾ってきた面白すぎてさっき来たんですけど、そもそも何の発表ですか、7月7日に名古屋ボトムラインで私たちライブやりますので、はい、させていただきます、あのお越しくださいという発表です、21時からこの後受付開始するので待ってますよという発表ですね、はい、でもこれが好評だったら、もうどんどん私たちとしては、うん、大きい会場でねやってパワーアップしていきたい、で今後は持ち曲なんかもできちゃったりして ね、できるかもしれないですし、はい、何があるかわからないので、ぜひやっぱ数字大事なんで、皆さん数字になってくださいはい、お願いします、たくさん頑張りますので、私たちもはい、頑張ります、お願いします、ドームツアーね、確かに武道館でできるように頑張るんで、ちょっと皆さん協力お願いします、お願いします、みんな TikTok さ、ぜひアカウント作ってください、この機会に、でも簡単です、うん、持ってない人意外と多くて、でもなんか多分最近好きなメンバーもみんな TikTok 始めたりしてるし、 TikTok で沼にハマったらもう一生聞けるから、見てますよ、時間泥棒だよ本当に、で一生空の合わせに負けはないの TikTok 見てください、はい一緒ね、ループでねループでぜひお願いします見てください、お願いします、ということで皆さん、はい、ありがとうございました、ね、21時に向けて、うん、この後すぐ、はい、今は43分、あ、もうすぐだ、はい、なので皆さん、はい、見てください、この後直行してください、うん、では皆さん終わりますけどいいのかな、こんな感じで大丈夫そう？
がとうございます。まあ、とりあえず、ね、発表の配信なんです。そんな面白くはないんですけど、はい、ありがとう、みんな見てくれて。きっとこの後公式ツイッターにも上がるんですかね。上がる？あ、上がるので、そう、皆さんそちらでよくチェックしてみてください。はい、お願いします。お願いします。終わるか。はい、じゃあ皆さんバイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。こっちから切るかな。ありがとうございました。これ最後にする。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。あ、寝ないで、無理、あの受付して、受付、まだ寝てないです。まだ寝てない。